ロードのワイヤレス GO っていうマイクを試しています。これは送信機側で、受信機側はカメラの方につけてます。こう見てもらうと分かりますけど、なかなかちっちゃくて四角くて、これはソニーの同じような Bluetooth のワイヤレスマイクなんですけれども、これと比べて後でやってみますけれども、こちらはこの幅ですね、狭いっていう、これがやっぱ特徴っていうか、胸に服につけた時に結構いいのかな、まあ、幅はありますけれども、こっちのはこう丸くて、棒状になってるんですけれども、結構これつけた時に結構これ出っ張るんですよね。まあこの中に単4のバッテリーが入ってるからしょうがないのかなというとこありますけど、こちらは、充電式 USB の充電式に、なってます。今みんなこの音ここから来てますね。それでしかも、こちらの方は単4の、アルカリバッテリーで3時間ぐらいしか持たないんですけど、意外と3時間っていうのがですね、講演会とかでもあらかじめ仕込んでおきますんで、結構ギリギリなんですよね。ヒヤヒヤすることが多いんですけれども、こっちの方は7時間かな、一応交渉、多分確か7、8時間だと思いましたけど持つそうなんですね。だから安心できる、それもいいんじゃないかと。でこれをちょっとこういう黒い服だから分かりづらいんですけれども、普通皆さんこのままこうつけるっていう思われるかもしれませんけど、これ逆にですね、このクリップ側を前にしてこのポケット中に入れちゃうんですね。それでこうポケットの中に入れたりとか、あとはこういう袖じゃないな、なんだこれ、襟のところにこうつけたりするんですけれども、これ結構幅あるんで、襟のとこつけるのはちょっと意外と難しいんで、ポケットぐらいの方がいいのかなという感じですね。でこうつけたままこう話せるっていうことになってます。これもちょっと黒い服なんで分かりづらいと思いますけれども、自分で装着してる感じ、あんまり引っ張られる感じもなくて、それほどですね、まあ、30g ぐらいの重さっていうのとあるのと、割と平べったいんでポケット入れちゃってるんで、それもあっていいのかなという気はしますけれども、これとあって、次にこの組み合わせと音質がどうなのかをやってみたいと思います。ワイヤレスマイクのテスト、今同じ距離で自分の方で同じ距離で喋ってますけど、右側にこのワイヤレス GO のはずだな、これがワイヤレス GO のはずです。そして、左チャンネルにこのソニーの方を、入れてると思います。だから左右このステレオでちゃんと聞くとどちらがどういう音か分かると思いますけれども、これがどのようになっているのかですね。まあご覧のように重さとしては本当はあんまりほとんど変わらないですね。ただ形状でどうなのかということで、これも同じようにポケットに入れて、ポケットこっちは胸でもいいのかな、いやこっちもね、でも条件同じでも位置が違うな。よいしょ。片やこんな感じで喋っているわけですけれども、あれどっちかがレベル高いな。でどっちかがレベルがん、なぜあれ片方着てない？つい。ですですです。あれ？
つあれか、左だよね、確かな。あまりレベルがちょっとだいぶ違う、音声レベルが違うかな。はて、ちょっとよくわかんないですね。息の関係？位置を変えたけれども、でも同じところにだいたい、ソニーの方がレベルが低いような気がしますね。まあこのレベル調節はできるんですね。両方とも、あのロードの方もソニーの方も、レベル調節はできることになってますけれども、まあ今のところその音が、音質がどうなのかっていう、声の音質がどのように入っているのかっていうのがまず第一の問題っていうかことで、あとはあのどの程度こう途切れることなくあのスムーズにいくか、これある程度距離が離れないとね分かんないんですけれども、ロードの方のワイヤレス GO のいろいろ今までの試験を見るとこういうふうにこう直接見える範囲はいいんです、受信機との関係でね。それがこう離れていくにつれてこのあの見えてる分にはあのワイヤレス GO の方は、70メートルかな、一交渉でソニーの方は50メートル届くということなんですけれども、例えばこう振り向いたりした場合ですね、このカメラマイクとその送信機と受信機の間に自分の体が一つ入った、あるいは人が、まあ、前をこう横切ったりした時にあのどういうふうに、ワイヤレス GO の時は割とこう途切れたりすることがあったんで、それもどうなのかな、ちょっと広いところじゃないと分かんないですけど、あとはいわゆる雑踏ですね、雑踏の中で、いろんな電波が飛び交うような雑踏の中で記者会見とかそういう中で、どうなのかっていう、そういう混戦とか起きないのか。昔このソニーの Bluetooth で、展示会かなんかに行った時に全然途切れちゃってえらい大変な思いしたことありますけれども、そういうのが今度のこのワイヤレス GO はいわゆる Wi-Fi なんですよね。それにしてもあれだな、ソニーの方が全然レベル触れてない、どうした、あれこんな音あるんか、別にちょっとまあバッテリー、新しいバッテリーじゃないんでちょっとあれですけど、テストあれどうしたんだろう、テストあれこんなことある、こんなさっきより全然レベル低くなってますよね、どういうこっちゃ。ちょっとこれちゃんと後で検証しないといけないですね、こんな低いはずがない。レベルをちょっとソニーの方もはボリュームを上げてみましたけれども、これで同じぐらいの音量になっているのかもしれません。もうちょっとでも上げた方がいいのかな、でも胸元だからこんなもんでいいんでしょうか。そのレベルメーター今見ながらやってますけど、このカメラにはどうなのかってところがありますからね。どうしようかな、まあいいか、今レベルメーター半分ぐらい上がってますけれども、まあ、あんまりね、割れるよりは低いぐらいの方がいいというところがありますから、これでちょっと一応やってみたいと思いますけど、当然こんなぐらいの離れたぐらいだとどうしようもないと思いますけど、今でも後ろ向きだからちょうど隠れてると思うんですね。それで、どういうふうに撮れてるか、でも音は撮れてるかなんですけども、これでどんなぐらいだろう、4メートルぐらいしか離れてないですから、そんなに影響はないと思いますけれども、どうでしょうね、今正面向いてるから、まあ、これで途切れたらどうしようもないってところがありますけど、これがこう後ろ向いたりして人が入るとどのようになるのか、途切れませんと思うんですけれども、このぐらいね、ちょっと見えないから分かんないです、後でもちょっと見てみますけれども、こんな感じで、どうなってますでしょうか。あとちなみにですね、これ風防もつくんですよね、風の強いところだと。それも後で、外で試してみたいなと思います。以上です。